ヤマシー戦争の外観ズヤマシー戦争は、1715年から1717 17年にかけて、当時は、イギリスの植民地であったサウスカロライナで、サウスカロライナ植民地とヤマシー族をはじめとするアメリカインディアン部族との間で戦われた戦争である。この戦いに参加したインディアン部族には、ヤマシー族以外に、クリーク族、チェロキー族、地下層族、カタウバ族、 アパラチー族、アパラチコラ族、ユチ族、サバンナ川小兄族、コンガリー族、ワッホー族、PD 族、ケープフェア族、チェロー族などのほか、多くの部族があった。これらインディアン部族には、ごく小さく関わっただけのものもあれば、サウスカロライナ中を荒らし回った者も,もいた。数百もの植民地人が殺され、多くの開拓地が破壊された。現地にいた、 公益業者は南部中で殺害された。サウスカロライナの開拓地の多くが放棄され、住民はチャールズタウンに逃げ込んだが、物資が不足し飢餓が発生した。1715年中はサウスカロライナ植民地の存続そのものが危機に瀕した。1716年になって情勢が変わり、シェーロキー族がサウスカロライナ側についてクリーク族の攻撃を始めた。 1717 17年には、サウスカロライナの主要な敵の最後の者のが紛争から手を引き、束の間の平和が訪れたが、インディアン及び植民地の白人たちの心に傷を残した。ヤマシー戦争は、アメリカの植民地の中でも最も破壊的で、変則的な戦いとなった。白人の支配に対して、アメリカインディアンが最も真剣に立ち上がったものとも、言うことができる。 サウスカロライナは1年間以上も崩壊の瀬戸際にあり白人人口の7%が殺された。アメリカの植民地で最も血塗られた戦争と言われるフィリップ王戦争よりも血生臭いものであり、以後イギリス、スペイン及びフランスの植民地と南東部インディアンのすべての部族との地理的、政治的状況が急速に様変わりした。この戦争は アメリカ南部の初期植民地時代の終わりを告げるものであった。さらに、ヤマシー戦争とその後の経過は、クリーク族やカタウバ族などの新しいインディアン同盟を創出した。サウスカロライナにとってヤマシー戦争は展開点となる出来事であった。戦争の原因は複雑であり、参加した多くのインディアン部族の中でも異なっていた。戦争への関わり方も異なり、 ある集団は戦った結果が苦いものになり、ある集団は一時的に戦っただけであり、分裂したもの、敵味方を変えたものがいた。原因は一つだけではないが、いくつかの原因は交易の仕組みに関わっていた。業者の御用、インディアンの奴隷貿易、鹿川交易による鹿の枯渇、サウスカロライナの富が増えるにつれてのインディアンの負担の増加、 開拓地が増えべい作プランテーションが広がったこと、イギリスとの交易に変わる存在として、フランスの力の成長、長く築き上げられてきた、スペイン領フロリダとインディアンの関係、インディアン集団間の権力闘争と大規模で強固になりつつある部族間の情報通信網、および以前は疎遠であった部族との軍事共闘の増加、これらが複雑に絡み合った。タスカローラ戦争とその長い用語は、 ヤマシー戦争の勃発に大きな役割を演じた。タスカローラ族は1711年にノースカロライナ植民地の開拓地を襲い始めた。サウスカロライナは軍隊を召集し、1712年と1713年の二度に渡ってタスカローラ族に対する作戦を展開した。この軍隊は主にインディアン戦士からなり、ヤマシー族は 長年サウスカロライナと強い軍事的同盟関係にあったため、ヤマシー族の戦士が二度の戦争の中核となっていた。他のインディアンは、広域の部族から集められたが、伝統的な敵同士が鉢合わせる場合もあった。サウスカロライナ軍に協力した部族には、ヤマシー族、カトーバ族、ユチ族、アパラチー族、クサボ族、ウォーターリー族、シュガリー族、ワックスホー族、 コンガリー族、ピーデ族、ケープフェア族、チェロー族、サハッパホー族、チェロキー族、および様々なゲンクリーク族が含まれていた。この軍事共闘によって、同州全領域のインディアンたちが互いに近しい、関係となることになった。インディアンたちは、イギリスの植民地である、サウスカロライナ、ノースカロライナおよびバージニアが、タスカローラ戦争の際に些細なことで言い争うのを、見て、 そのまとまりのなさや弱さを実感していた。基本的にタスカローラ戦争でサウスカロライナ議会に協力した全部族が2、3年後のヤマシー戦争では攻撃する側に回った。ヤマシー族は政治的かつ民族的統一体としての意味合いで部族と表現されているが実態はグアレ族やあまり知られていないタマ族などの現象的インディアン部族と 選手集団の名残が融合したものであった。ヤマシー族はサウスカロライナとスペイン領フロリダ間の辺境で競い合いながら17世紀に頭角を表してきた。最初はスペインと同盟し、17世紀遅くに北へ動くとすぐにサウスカロライナの最も重要な同盟者となった。ヤマシー族はサバンナ川の川口近くやポートロイヤル湾のあたりに住んだ。長い間、 ヤマシー族はイギリスとの関係で利益を得てきた。しかし1715年までにイギリスが望む二つの貿易品目、鹿川とインディアンドレーを得ることが難しくなってきていた。ヤマシー族はサウスカロライナに近接して住んでおり、鹿川貿易はかなり広い領域で盛んであったので、ヤマシー族の領地内には鹿が希少になっていた。タスカローラ戦争の後は、 奴隷を目的にした襲撃機会が限られてきた。ヤマシー族は貿易品が信用で取引されるようになって、イギリスの貿易業者にとって重要ではなくなり、借金も増えていった。1715年までに米作プランテーションがサウスカロライナ中に広がり、米作に適した土地が取り上げられていった。ヤマシー族はサウスカロライナの南部境界近くに、 大きな保留地を認められていたが、その土地の大半は、米作プランテーションに適した土地であった。要するに、ヤマシー族にとっての選択は、戦うか否かではなく、いつ、戦いを始めるかということだった。ヤマシー族が、インディアンの動揺を利用して、戦争の計画を練った、中心集団であったかどうかは明らかでない。 オーチェスクリーク族が戦争に対する広い支持を得る時の中心となった可能性がある。戦争に加わった多くの他のインディアン部族にはそれぞれ理由があり、ヤマシー族と同様に複雑で過去に深く根ざしたものであった。多くの部族が慎重に計画した共同作戦で動くというような全体計画があったわけではないが、全体に不安が増長しており、戦争の可能性について、 部族間の話し合いが行われたのは事実である。1715年早くインディアンの戦争を支持する声が高まるにつれて植民地人に警告するインディアンも存在した。この警告はオーチェスクリーク族を主要な危険対象と指摘していた。オーチェスクリーク族を巻き込むインディアン放棄の可能性がサウスカロライナ政府に警告された時重大なこととされた。即座に アッパーヤマシーのポコタリゴ集落に一軍の人々が派遣され、オーチェスクリーク族の指導者との緊急会議を整えてくれることをヤマシー族に望んだ。この代表団のポコタリゴ訪問が戦争の引き金になった。ポコタリゴを訪れた代表団は理事会に派遣されたサミュエル・ワーナーとウィリアム・ブレーであった。さらにサウスカロライナのインディアンとの交易における 重要人物であるトマス・ネアンとジョン・ライトの二人が加わった。またセモ・アバー・ローズと名前の知られていないサウス・カロライナ市民二人も加わった。1715年4月14日の夕刻正金曜日の前日に代表団はヤマシー族の代表と話し合い、ヤマシー族の不満を軽減する特別の努力をすることを約束した。クレーブン知事自らそれを実行すると告げた。 その夜、サウスカロライナの代表たちが眠っている間に、ヤマシー族は何をすべきかを議論した。戦争に全面的に賛成しない者も,もいたが、最後に結論が出された。ヤマシー族は戦いの化粧を体に施し、サウスカロライナの代表を起こした。6名の代表の中2名が逃亡した。セイモアバーローズが逃亡し、途中で2度撃たれたが、なんとか逃げ延びて、 ポートロイヤル開拓地に警告を伝えた。ネアン、ライト、ワーナー及びブレイはすべて殺された。名前の知られていないサウスカロライナ市民は逃げて近くの沼地に隠れ、そこからトマス・ネアンが長く拷問されて死ぬ光景を目撃した。1715年4月15日正金曜日の早朝の出来事が魂戦争の始まりであった。 ヤマシー族はすぐに数百名からなるに戦闘部隊を編成し、ポコタリ後の事件のあった日を遅くに発信させた。一体はポートロイヤルの開拓地を襲撃したが、セーモアバーローズはジョン・バーンウェルのプランテーションまでたどり着き、広く警報を発した。たまたま捕獲された水、貿易船がポートロイヤルの港に繋がれていた。ヤマシー族が到着する時までに、 数百の開拓者はその船で逃亡し、他の者もカヌーで逃げた。ヤマシー族の2体目は、セントバーソロミューの農園を襲い、プランテーションを略奪し火をつけ、捕虜を捕まえて、100名以上の開拓者と奴隷を殺した。その州の中に、ヤマシー族の大部隊が、急遽編成されたサウスカロライナ民兵隊との交戦準備を始めており、サウスカロライナの市民は、 旧五らへの取り出に避難場所を求めて南部に向かった。ヤマシー戦争はサウスカロライナ民兵隊の初めての大きな主権の場となった。クレーブン知事は自ら240名の民兵隊を率いてヤマシー族に対抗した。ヤマシー族は選択の余地なく全部隊を統合してクレーブンの民兵隊に向かうことになった。 サルケハッチー川沿いサルケハッチー集落近くの開けた場所で開戦が行われた。これは、クレイブンや民兵士官がまさに望んでいた形での戦闘になり、インディアンの戦い方には適していなかった。数百名のヤマシー族選手が240名か、そこらの民兵に攻撃をかけ、側面を突こうとしたが失敗した。戦闘にいた選手が何人か殺された後に、 ヤマシー族は戦いを諦め近くの沼地に散った。両軍の損失は共に24名程度ではあったが、実際の結果はサウスカロライナ軍の決定的勝利となった。他にも小さな民兵隊がヤマシー族に圧力をかけ一連の勝利を勝ち取った。インディアンとの戦争で経験を積んだアレクサンダー・マッケイが南部の軍を率いた。この部隊は作で防御を施された 野営地に逃げ込んだ約200名のヤマシー族を見つけて攻撃した。比較的少数のカロライナ部隊が2回トリデの壁に攻撃をかけるとヤマシー族は撤退を決めた。しかし一度トリデの外に出るとヤマシー族はマッケイの約100名の部隊に奇襲攻撃をかけられ殲滅された。1715年夏に小さな戦闘が起こりドーファスキーの戦いと呼ばれた。 カロライナのボートを使った石膏部隊が一軍のヤマシー族を吸収し、35名を殺したのに対し自軍の損失は1名に止まった。ヤマシー族は、はじめの数週間植民地の開拓村を主要な目標としていたが、イギリス人交益業者は南東部中で活動を続けており、自然と家中に取り残されて、ほとんどの場合殺された。戦争が始まった時、 およそ100名の交易業者が活動していたが、はじめの数週間で、約90名が殺された。交易業者を殺したのは、クリーク族のオーチェス、タラプーザ、アベイカ及びアラバマ集団、アパラチー族、地下ウ族、直東族、カトーバ族、チェロキー族その他であった。戦争の最初の1ヶ月間、サウスカロライナは北部にいる。 カトウバ族のようなインディアンの支援をお期待していた。しかし北部からはカトウバ族やチェロキー族に入っていった公益業者が殺されたという知らせが入った。カトウバ族とチェロキー族は南部のインディアンほど早くに公益業者を攻撃したわけではなかった。両部族はどのような態度をとるかで割れていた。しかしいくつかの出来事や噂によって北部での敵対心が大きくなった。 バージニアの公益業者の中には、サウスカロライナでカトーバ族が戦争を始めるようそそのかしたとして、後に告発される者がいた。カトーバ族がサウスカロライナの公益業者を殺すと決めたとき、バージニアの公益業者には危害を加えなかったことは、注目すべきことである。1715年5月までにカトーバ族はサウスカロライナに戦士の部隊を派遣した。 約400名のカトーバ族戦士が70名のチェロキー族と結託してサウスカロライナの北部を荒らし回った。6月、これに対抗してトマス・バーカー隊員の指揮する約90名の騎兵隊が北部に向かった。カトーバチェロキー連合軍は前もってこの部隊の接近を知り待ち伏せをして全部隊を蹴散らしてしまった。他のカトーバチェロキー連合部隊が ベンジャミン・シェンキンのプランテーションにあった旧ゴシラへの取り出を襲い約20名を殺害した。この後ではサウスカロライナはチャールズタウンのすぐ北、裕ナグースクリーク地域の前には何の防衛体制もない状態になった。しかし北部のカトーバチェロキー連合部隊がチャールズタウンそのものを攻撃する前にチェロキー族の大部分が自分たちの集落に起こった。 新しく重要な展開の知らせに隊を離れてしまった。残った加藤馬族は、常時チキンの下に急遽集められた民兵隊と直面することになった。1715年6月13日、チキンの民兵隊は加藤馬族一部隊を吸収し、さらにポンズの戦いとして知られる加藤馬族主力部隊との決戦を行った。その結果は大勝利だった。加藤馬族は、 ゲリラ的な戦い方ならば得意であったが、海戦のような戦い方には慣れていなかった。カトーバ族は集落に戻った後で状況を分析し、停戦を決めた。7月15日までに、カトーバ族外交施設がバージニアに到着し、イギリスと停戦するだけでなく、サウスカロライナ民兵隊に協力する用意があることを伝えた。オーチェスクリーク族は、ヤマシー族よりも、 戦争の先導者として動いた可能性があった。戦争が始まるとすぐに、領地内にいた公益業者を殺した他のクリーク族、直東族、地下層族及びチェロキー族も従った。オーチェスクリーク族の領地とサウスカロライナの開拓地との間に、ユチ族、サバンナ川小人族、アパラチー族及びアパラチコラ族といった少数の部族が住んでいた。 1715年の夏、これら少数部族がサウスカロライナを攻撃して、いくつかの成功を収めた。これらの攻撃に、オーチェスクリーク族も加わっていた可能性があるが、サウスカロライナの反撃が効果的であることがわかると、外して慎重な態度をとった。小さな部族は、サバンナ川地域に逃げ、オーチェスクリーク族を避難場所としたが、 ここで戦争の次の段階の作戦を練った。アッパークリーク族はまだサウスカロライナに対する戦争への参加を決めていなかったが、オーチェスクリーク族を強く尊敬しており、条件が整えば侵略に加わろうと考えていた。当面の問題は交易品であった。武器のようなサウスカロライナから得られるイギリス製品はすべてのクリーク族にとって必需品であった。 イギリスとの戦争という事態になって、クリーク族はフランスやスペインを他の商品供給源として見るようになった。フランスとスペインは喜んでクリーク族に供給したいと考えたが、イギリスが供給していたと同じ程度の量や質を確保することができなかった。マスケット銃、火薬及び銃弾はクリーク族がサウスカロライナを侵略しようとすれば、ぜひとも必要なものだった。 アッパークリーク族は参戦を躊躇していた。それにもかかわらず、クリーク族は、ヤマシー戦争の間、フランスとスペインに、密接な関係を築いていた。オーチェスクリーク族には、地下創族及びチェロキー族と関係があった。しかし、地下創族は、イギリス人交易業者を殺した後で、サウスカロライナとすぐに停戦していた。地下創族は、 クリーク族の集落で公益業者を殺害したことを求断し、下手な言い訳ではあったが、サウスカロライナはこれを受け入れた。チェロキー族の位置づけが戦略的に重要となった。チェロキー族も二つに割れていた。外してサウスカロライナと密接に暮らしていたローアーチェロキー族が戦争を支持する傾向にあった。カトバ族がサウスカロライナのサンティが若宅地を襲った時に、 参加した者もいた。サウスカロライナからは、離れて住んでいたオーバーヒルチェロキー族は、サウスカロライナとの同盟を支持しており、クリーク族との戦いにも参加する意向だった。サウスカロライナとの同盟に最も熱心なチェロキー族指導者の一人は、ミドルチェロキー族集落の宗長シーザーであった。1715年、遅く、二人のサウスカロライナ交易業者が、 チェロキー族を訪れ、多数のチェロキー族代表を連れて、チャールズタウンに戻ってきた。同盟が結ばれ、クリーク族に対する作戦が練られた。しかし、翌月、チェロキー族は予定されていた、サバンナタウンでのサウスカロライナとの会合に出て、来られなかった。サウスカロライナは300名以上の遠征隊をチェロキー族集落に派遣し、12月に到着した。彼らは、別れて、 ローはミドルおよびオーバーヒルの主要集落を見て歩き、チェロキー族が割れていることがすぐに分かった。この冬の間、チェロキー族指導者のシーザーは、チェロキー族集落を歩き回り、クリーク族に対する戦争の支援を解いて回った。同じ時期に、チェロキー族の権威があり尊敬されている指導者たちが、注意と忍耐を促した。この中には、サウスカロライナから、 魔術師と呼ばれるチャリティハゲーがいた。チャリティハゲーはサウスカロライナに近いローアーチェロキーの集落ツガルーの出身であった。ローアーチェロキー族の多くがサウスカロライナとの停戦の用意があったが、ユチ族やサバンナ川小児族以外のものと戦うことを躊躇していた。サウスカロライナの人々はローアーチェロキー族からクリーク族に急戦の旗が送られ、 クリーク族の代表が来ることを約束したと告げられた。チャリティハゲーとその支持者がクリーク族とサウスカロライナの間の和平交渉を圧戦しているように思われた。彼らはサウスカロライナに戦争の計画を変えるよう説得した。サウスカロライナはそうはせずに、冬の間にシーザーや戦争に賛成なチェロキー族を制止しようとしていた。 1716年1月27日、サウスカロライナの者がツガルーに集まって、先にクリーク族の代表が到着し、チェロキー族がその12名の代表のうち11名を殺害したことを知った。チェロキー族は、クリーク族が実際には数百のクリーク族と、ヤマシー族の戦闘部隊であり、サウスカロライナ軍に対する吸収に成功するところだったと主張した。 ツガルーで何が起こったか不明のままだった。サウスカロライナの立ち会いなしに、チェロキー族とクリーク族が指摘にあったことは、チェロキー族がまだ、クリーク族について、サウスカロライナと戦うか、サウスカロライナについて、クリーク族と戦うか、意見が割れていることを暗示していた。イギリスとの交易では、比較的深山であった、チェロキー族は、クリーク族に代わって、 サウスカロライナの主要な公益協力者になることを期待していた可能性がある。背後にあったものはどうあれ、ツガルーの虐殺は、ポコタリ語の虐殺のように予想外に熱した、議論の中から手詰まりを殺人で解決しようとしたと思われる。ツガルーの虐殺以後は、チェロキー族とクリーク族の間に、戦争の2文字しかなく、またチェロキー族とサウスカロライナ議会との同盟も、 自明の事実となった。チェロキー族のサウスカロライナとの同盟は、クリーク族による大規模なサウスカロライナ侵略の可能性を奪った。同時に、サウスカロライナは、クリーク族と平和的な関係を取り戻したいと願い、これ以上の戦争を望んでいなかった。サウスカロライナは、チェロキー族に武器や交易品を供給する一方で、抗戦的な チェロキー族が期待した軍事的支援は行わなかった。1716年と1717 17年にチェロキー族は勝利を挙げたが、クリーク族の反撃でクリーク族と戦おうというチェロキー族の意思を弱らせもした。もともとチェロキー族の意思は割れていた。それにもかかわらず、クリーク族とチェロキー族は何世代も互いに小規模の戦いを繰り返してきていた。 ツガルーの虐殺とチェロキー族による攻撃に応えて、オーチェスクリーク族は1716年早くに防衛的な戦略を取った。オクマルジー川盆地にあった集落すべてをチャタフーチー川沿いに移動させた。オーチェスクリーク族はもともとチャタフーチー川沿いに住んでいて、1690年頃、サウスカロライナに接近するために、 オクマルジー川とその支流オーチェスクリーク沿いに集落を移した経緯があった。1716年にチャタフーチー川に戻ったことは撤退ではなく以前の状態に戻ったことだった。チャタフーチー川とチャールズタウンの距離はサウスカロライナからの攻撃から守ることでもあった。1716年と1717 17年にチェロキー族イコールイギリス同盟軍から 大きな攻撃がなかったので、ローアークリーク族は自分たちの力が上がったものと、みなし、敵である、イギリス人、チェロキー族およびカトーバ族に対する襲撃を、再開した。しかし、イギリスとの交易から切り離されて、弾薬や武器の補充に困難を極めるようになった。一方、チェロキー族は、イギリスの武器を十分に供給されていた。イギリスとの攻易に対する誘惑は、 クリーク族の間の繁栄感情を弱らせていった。1717 17年早く、チャールズタウンから数名の施設が、ローアークリーク族の領地に行き、また数人のクリーク族が、チャールズタウンに行って、暫定的に和平に導く過程を始めた。同時に、他のローアークリーク族は戦いを続ける方法を探していた。1716年、 遅く、多くのマスコギクリーク族の代表が、ニューヨークの色イ,イ連邦に旅していた。クリーク族の外交施設に心を動かされた、色イ族は、20名の外交施設を基とにつく、クリーク族と共に送り出した。色イ,イ族とクリーク族は、カトーバ族やチェロキー族といった互いの敵である、インディアン部族に対する攻撃に、主要な関心があった。しかし、 サウスカロライナにとっては、イロコイ族とクリーク族の間の同盟は、何を置いても避けるべきものであった。これに応えるためにサウスカロライナは一軍の外交団を大きな荷車に積んだ交易品の贈り物と共に、ローワークリーク族の集落に送り込んだ。ヤマシイ族とカトーバ族が保護を収めると、サウスカロライナ民兵隊は、放棄されていた開拓地を確保し、 前線の安全を確保するために、プランテーションの家屋のいくつかに防御を施して、要塞化した。民兵隊は先制攻撃も行ったが、襲撃部隊から全植民地を守ることは、不可能だった。民兵の中には1715年の夏に退去して、脱走する者も現れた。自分たちの火山や家族を気遣う者もいれば、単に、サウスカロライナを共に離れるだけの者もいた。 民兵隊の失敗に対応して、クレーブン知事は職業的軍隊に置き換えた。1715年の8月までに、サウスカロライナの新軍には600名の市民と400名の黒人奴隷、170名の友好的インディアン、及びノースカロライナとバージニアから300名の兵士が参加した。サウスカロライナにとって民兵を解体し、職業的軍隊を作ったのは、 初めてのことであった。戦争遂行のために多くの黒人奴隷を武装させたのも注目すべきことであった。奴隷についてはその主人に給与が支払われた。この軍隊でも植民地の安全確保には不十分であった。敵対的なインディアンは単に海戦を拒むだけでなく予想できない襲撃や吸収という戦い方を選んだ。さらにインディアンは大きな領土を占領していたので 軍隊を差し向けても効果のないことが多かった。1716年にチェロキー族との同盟が成立すると軍隊も解体されたこの戦争には多くのインディアン部族がその関わり方も様々に変化しながら関わったのではっきりした終戦というものがない。ある見方では主要な危機は1、2ヶ月の間に終わったという。カロライナ植民地領主は決定的な危機は 最初の数週間だったと信じていた。戦争を終わらせたのは1716年初めの、チェロキー族との同盟締結時点だったという者も,もいる。1717 17年遅くに、クリーク族や、その他のマスコギ語族と平和条約が結ばれた。しかし、ある部族は和平に同意せず、武装を続けた。ヤマシー族とアッパラチコラ族は南部に移住したが1720年代に、 なっても、サウスカロライナの開拓地を襲うことを止めなかった。辺境の安全確保が課題として残された。ヤマシー戦争は、その後数年かかって、植民地領主を法的することになった。1720年代に、領主の植民地から王室の植民地への移行が進められた。これには9年間を要したが、1729年。 サウスカロライナとノースカロライナは公式に王室の植民地となった。サウスカロライナは、ヤマシー戦争の前から、両主の植民地経営に不満を持っていたが、1715年の戦争の初めの段階で一度その転換要求がしぼみ、その後にまた大きくなっていた。ヤマシー戦争は、ジョージアの植民地設立にも影響した。ジョージア植民地設立には、 他の要因もあるが、ヤマシー族の撤退なくしてそれはありえなかった。ヤマシー族の少数ながら残存した者が、ジョージアでヤマクロウ族となった。ジェームズ・オグル・ソープは、ジョージアの首都として、サバンナを建設する場所を得るために、ヤマクロウ族と交渉した。戦争の初めの1年間で、ヤマシー族は殺されたり奴隷にされたりして、その人口の約4分の1を失った。 残った者は17世紀に本拠地としていた南のアルタマハ川へ移動した。しかし、そこでも安全とは言えず、間もなく逃亡を始めた。ヤマシー族は部族として常に他民族の根拠であり、戦争後はいくつかの派に分かれていった。残ったものの3分の1は、ローワークリーク族のところに定住することを選び、結果的にクリーク族同盟の一部となった。 残りの大半はアパラチコラ族の避難民と合流し、1715年夏にフロリダのセントオーガスティンの近くに移住した。サウスカロライナとヤマシー族ここに和平の試みが何度か行われたが、紛争状態はその後何十年も続いた。スペイン領フロリダのヤマシー族はそのうちに病気や他の原因で勢力を弱めた。残ったものは セミノオールインディアンの一部となった。ヤマシー戦争後は、様々な原始クリーク族、マスコギ語族が結びつきを強めた。オーチェスクリーク族が、アパラチコラ族、アパラチー族、ヤマシー族や、その他の残存勢力と一緒になって、チャタフーチー川のあたりを再占領した。これは、ヨーロッパ人にとっては、新しいインディアンの特定を必要とし、また新しい名称も必要となった。 スペイン人にとっては、それは17世紀のアパラチコラ植民地の再生であった。イギリス人には、ローワークリークという呼び方が一般になった。カトーバ族は、北部のいわゆるピードモント諸族の残党を多く、吸収した。チェロー族、コンガリー族、サンティー族、ピーデ族、ワックスホー族、ウォーターリー族、ワッカモー族、およびウィニャー族などである。これら部族はその後も、 比較的独立した形に止まってはいた。タスカローラ族が北の色恋族に加わることで去った後は、ヤマシー戦争の中から生まれたカトーバ同盟が、ピードモント地区で最も強力なインディアンとなった。1716年、カトーバ族がサウスカロライナと和平を結んだ1年後、サンティ族やワックス法族が数名の開拓者を殺した。サウスカロライナ政府はカトーバ族に、 彼らを襲って撲滅することを求め、ト藤馬族は実行した。生き残ったサンティ族とワックス法族の者は奴隷にされるか、養子にされるかで、ト藤馬族に吸収された。チェロ族はその後も敵対的な姿勢を続けた。ありがとうございます。